北国新聞ニュースをお伝えします。4000人の乗客を乗せた MSC ベリッシマ号が今日金沢港に寄港し、過去最大のクルーズ船の入港となりました。豪華客船 MSC ベリッシマ号は、通信販売大手のジャパネット高田のグループ会社が日本一周の旅のためチャーターし、今朝7時ごろ金沢港に着きました。金沢港に立ち寄ったクルーズ船は、これまで総トン数が13万トン台止まりでしたが、ベリッシマ号は過去最大の17万トンクラスで、19階まであるその船体は海の上の巨大マンションのようです。4000人の乗客は大半が日本人で、バスなどに乗り込み金沢市内などへ観光に出かけました。乗客の一人でさいたま市の女性は、船内は快適で施設が豪華、金沢ではお寿司を食べたいと笑顔で話しました。ベリッシマ号は金沢港の後、韓国プサンに立ち寄ります。ではニュース解説です。金沢市は6月、中小企業を対象にしたデジタル化の相談窓口を開設し、業務の効率化や人手不足の解消に向けて対策を助言することになりました。秋に最新のデジタル機器の展示スペースも設けるそうですが、野口さん、中小企業も話題のデジタルトランスフォーメーションの進化に遅れを取らないようにしたいですね。そうですよね。まあ、今やこの対話型の人工知能のチャット GPT など、いわゆるその生成 AI のプラス面とマイナス面を見極めて、どう使いこなしていくかが世界的に問われてますね。はい。12日から富山と石川で開かれる G7 の教育相会合でも、デジタル技術の急速な発達が教育にどんな影響を与えるかということも話し合いの中心になるようですね。そんな時代ですから、とりわけ企業活動に先進技術をどう組み込んでいくかが、次の時代のビジネスシーンを切り開く鍵を握るとも言えると思いますね。なるほど。企業活動に取り込む動きが北陸でも出てきたようですが、この取り組み方にも濃淡があるようですね。そうなんですよね。人口減少が進む北陸でも、生成 AI の活用によって、生産性の向上や、少子高齢化によるこの労働力不足を補うという効果を期待して、もうこのかなり早くからですね、取り入れている地場の大手企業がある。その一方で、中小企業にはデジタル技術に詳しい人材が少なくてですね、そもそも何からこう手をつけたらいいのかというのは分からないといったような声も聞かれるようですね。そうしたことから、金沢市では企業側がこう気軽に相談できる場を作ることにしたということですね。かなり幅広く相談が寄せられそうですね。はい。窓口は町にある金沢未来の町創造館に開設し、県情報システム工業会に委託して、デジタル技術に精通した人材を配置するということです。無料で月2回を予定していて、オンライン会議やテレワークの環境整備の仕方、最新のデジタル機器のこの活用方法、国や県、市の支援制度を紹介していくそうですね。デジタル機器のこの展示スペースでは、遠隔操作ができるロボットや、遠隔販売、受付用のアプリケーション、高精細の映像配信機器などを紹介することを検討しているということで、体験型のワークショップも行っていくということですね。中小企業では先進技術に精通した人材を育成することが大きな課題ですからね。そうですね。金沢市では、今年度はこの中小企業の、デジタル人材を育成するため、いわゆるそのリスキリング、こう学び直しですよね、これに対応する、支援制度を創設するということです。金沢市は3月に、策定した新産業成長ビジョンで、デジタルを活用し、新たな産業創出や地域経済の発展を図ることを戦略に掲げています。
まあ、これ半世紀からですね、ものづくりの町、職人の町でもあった、まあ、金沢ですからね、これを機にこのデジタル職人の育成にも期待したいところですよね。そうですね。県内の小学生によるツバメ調査が50回の節目を迎えた今年も昨日から始まりました。ふるさとのツバメ総調査は北国新聞社のキャンペーンをきっかけにスタートし、その後石川県県民運動推進本部に引き継がれました。その調査は県内の小学生が毎年5月10日から16日までの愛鳥週間に行い、県内全域を対象にしたツバメ調査は全国的に見ても石川県でしか実施されていません。50回目の節目になる今年も昨日から調査が始まり、金沢市の安原小学校では6年生63人がグループに分かれて家々を回り、軒先などでツバメや巣を見つけるとシートに記入していました。これまで49回の調査を平均するとツバメの親鳥は2万3460羽、巣が1万5960個確認されていますが、最近は親鳥、巣とも1万前後と減少傾向が続いています。こうした変化が分かるように、子どもたちが調べたデータは、自然環境を探る際に貴重なもので、石川県県民運動推進本部の担当者は、やめようかという話になったことはないと話しています、ぜひ続けてほしいですね。もう本当にね、半世紀以上、まあ、50回ということでね、その成果は、はい、石川県のこの環境の変化を知る貴重なバロメーターになっていると思いますね。まあ、政策数だけで言えば本当にピークのですね、5分の1ぐらいに、まあ、減ってきているので、まあ、これからまあどう環境を整えていくかという課題もですね、この調査によって見えてくると思います。はい、まあ、何よりもまあ子どもたちがですね、まあ、足元の地域を知るという意味で、これからもぜひともですね、続けていってほしい取り組みだと思いますね。そうですね。デジタルの勉強も大事ですけど、やっぱりこう温かみのある生き物の勉強も大切ですね。そうですよね。はい、さて、石川県は珠洲の地震で被災した住宅の修理に最大で70万6千円を補填することにしました。石川県によりますと、今月5日に震度6強の地震に見舞われた珠洲市の住宅被害は、全壊が15棟、半壊が13棟で、一部損壊を含めると514棟に上ります。石川県は住宅再建を支援するため、半壊してそのままでは住めない住宅を対象に、屋根や床、台所、トイレなどの応急修理費として最大で70万6千円を補填する方針を決めました。被災者生活再建支援法に基づく国の制度は、全壊が補助対象になり、半壊の場合は対象から外れますが、昨日石川県を訪れた谷公一防災担当大臣は、制度を柔軟に運用する方針を示していました。県の応急修理制度は珠洲市、輪島市、能登町が対象で、3つの市と町は昨日から申請の受付窓口を設けています。申請は8月4日まで受け付けられ、5日の地震による住宅の修理であれば、すでに修理を始めた場合でも補助が適用されます。手厚い支援を続けてほしいですね。そうですね。まあ、何といってもですね、落ち着いて住めるところが確保できることが、まあ、生活基盤の安定につながって、まあ、この地にこの住み続けたいという意識が、まあ、折れることなく続いていくことになると思いますね。はい、まあ、本当に国と県と市、まあ、柔軟でスピード感のある、まあ、手厚い支援が求められるというふうに思いますね。はい、明日から始まる G7 先進7カ国の教育大臣会合の開催を記念した生け花の大作が JR 金沢駅構内を飾っています。 G7 の教育大臣会合は明日から今月15日にかけて、富山市と
金沢市で開催されます。その参加者を歓迎するいけばなの対策は、石川県いけばな文化協会の専務理事2人が制作し、金沢駅新幹線改札口前など2カ所に設けられたステージに展示されています。このうち佐賀五流の西穂純穂さんは、夏椿や流木、動きを出した垂れ桑に日本らしく菊を寄せ、もてなしの心を表現しました。一方、古流花の絵会の市村理優さんは、庭の金木犀にストレリチアやデルフィニウムなどを生け、赤と黒の輪島塗りの敷板でモダンに仕上げ、ウクライナ情勢を憂い、ひまわりも使いました。昨日の生け込みでは、市村さんがアシスタントとともに四方から鑑賞できるよう心を配って制作を進めていました。映画スパイスより愛を込めての完成披露試写会が昨夜開かれ、出演した金沢出身の田中美里さんは、元気を届ける作品になればと奥能登の被災地に思いを馳せました。スパイスより愛を込めては、金沢を舞台にカレーをめぐる青春群像劇を描いた映画です。北国新聞赤羽ホールで行われた完成披露試写会にはおよそ400人が集まり、舞台挨拶には主演の中川翼さんや中川さんの母親役の田中美里さん、俳優の加藤雅也さん、監督の瀬木直樹さんが登場しました。映画は心温まるストーリーで、田中さんは作品の魅力を次のように語りました。石川県でオールロケっていうのを聞いて、それはもう私のふるさと石川県で私も参加できるということですごく光栄に思いましたし、そして金沢カレーという私も馴染み深いカレーも登場してくるので、劇場から出たら絶対にカレー食べたくなるななんて、こう脚本読みながらすごくもう読んでる間からもこう香りがこうカレーの幸せな香りがあるような気がしました。で、出来上がりを見た時に、私も地元なので、この浅野川の沿いを歩いたなとか、立町通り沿い歩いたなみたいな感じで、なんかちょっとタイムスリップしたような感覚で楽しかったです。田中さんは珠洲市などを襲った地震にも触れ、本当に心配だった、この映画が地元の人々に元気を届ける作品になってくれたらと被災地に思いを馳せました。スパイスより愛を込めては来月2日から全国公開されます。能登鳥貝の初競りが昨日行われ、特大で最高等級の1個が過去最高の1万5000円で取引されました。七尾湾で養殖される能登鳥貝は、肉厚で程よい歯ごたえと上品な甘みが特徴です。今シーズンは心配された3月から先月にかけての高温の影響もなく、順調に育ちました。石川県漁協の金沢総合市場では、昨日200グラム以上で最高等級のプレミアム2個を含む273個が初競りにかけられました。その結果、プレミアムの1個に1万5000円の値がつき、これまで最高だった去年を2000円上回りました。超高級なこの鳥貝は、東京の日本料理店一根が購入し、能登鳥貝生産組合の小泉和明組合長は、最高額は生産者の励みになると喜んでいました。能登鳥貝のシーズンは来月末までで、今年は平年並みのおよそ6万個の出荷が見込まれています。
まあ、立派なこと、まあ、本当にこれも能登を元気にする一品だと思いますね、うん、そうですね。ここまで北国新聞ニュースをお伝えしました。